アタックアタックとはアメリカ合衆国オハイオ州ウエスタービルにて結成されたメタルコアバンドである。ポストハードコアやメタルコア、そしてシンセーザーを用いたダンスミュージックなどが巧みに融合されたダンサブルな次世代サウンドで全米で人気を獲得。インディーズバンドながら最新作アタックアタックは全米アルバムチャートにて 初登場26位を記録した。なお、多くの歌詞にクリスチャン的な要素が含まれているが、メンバー全員がクリスチャンというわけではない。そのため、彼ら自身は、自らをクリスチャンバンドと称してはいない。2013年4月に解散。その後2020年10月に再結成。2005年結成。2008年に自主制作音源。 If Guns are a Wutroid, Can We Use s o s を発表後に、ライズレコーズと契約を結び、同年11月11日に、サムデイ・ゲーム・サドンリーでデビューを飾る。このアルバムは、全米アルバムチャートにて初登場193位を、記録。2010年に発表された、セカンドアルバム、Attack Attack 全米アルバムチャートにて初登場26位を記録。しかし、 その後、クリーンボーカルを担当していたジョニー・フランクが、キリスト教徒の関わりに専念するため、バンドから脱退する。2011年、アタックアタックのデラックスエディションが発売された。このアルバムには、ジョン・フェルドマンがプロデュースした、新曲2曲と、バンドフロントマンのキャレブショーも、自身がプロデュースを行った、新曲2曲が追加されている。2012年1月17日、 サードアルバム This Means をがリリースされた。全米アルバムチャートにて初登場11位を記録。プロデューサーは全2作でタッグを組んでいたジョイスタージスではなく、ボーカルのケ l i が彼のホームスタジオで全面的に行った。ちなみに2011年末の時点では、前作のデラックスエディションでコンタクトを取ったジョン・フェルドマンをプロデューサーとして起用する予定だったが、 その後、キャンセルとなっている。2012年12月に入ると、ジョン・ホルガードが脱退。続く12月18日、ケイレブが正式にバンドから脱退した。その後、ポストハードコアバンド、アイアム・アボミネーションの元ボーカリストのフィル・ドリュアーを新ボーカリストに迎え入れる。2013年4月、解散を発表。2020年10月、再結成。 アンドリュー・ホワイティングとアンドリュー・ウェツエル以外は、新たなメンバーを迎え、サムデイ・ケーム・サドン・リーのプロデュースを手掛けた、ジョイ・スター・ジスと共に新ンを制作した。同年12月7日には、新曲、オール・マイ・ライフのデジタル形式でのリリース、メガボルトも公開した。ありがとうございます。